えー、鈴木貴子外務副大臣にお尋ねします5月初旬、アフリカのケニア、そしてルワンダを訪問したと思いますけれども、8月末、チュニジアでは日本が主導するティカと e i トが開かれますからそ、それに対する期待感なり希望等あったのでしょうか。鈴木貴子副大臣 5月の2日から5日にかけまして、えー、ケニア、ルワンダ訪問をさせていただきました。ケニアではオマモ外務長官、そしてまたルワンダにおきましては、ビルタ外務大臣、また国際協力大臣との面会、はじめ、両国の間でもうすでに頑張っていただいております、若手のスタートアップ、企業家の皆様とも意見交換をさせていただきました。ままままたた日本がが支援をしたまさにに物であありりすすケニアにあります煙 えー、ケニア中央医学研究所等の視察もさせていただきました、えー、それぞれの場所で、えー、皆さん口を揃えておっしゃられていたのは あ1990年当初、まさに世界がまだアフリカに対して目を向けていない当初から、日本はアフリカ地域に目を向けてくれていた、このことへの感謝というものは、皆さんそれぞれにおっしゃっていただいたことが、私としては非常に鮮明に残っているところであります。またたここののののののティカカットの関係でもこのアフリカの持続可能ななな開発のためには公的な支援投資のみならず間 かららのの官のみならず官民のお民間からの投資というものが非常に重要であるというような、そのようなあのご期待の声も頂戴をしたところであります。あのアフリカというものはまさに日本にとっては可能性の宝庫である。 支援をする国というだけではなくて、共に成長していく、そんなまあパートナーであるということを、通説に私自身も感じたところであります。引き続き官民連携をいたしまして、アフリカが自らが主導する持続可能な開発のために、引き続きティカットを通じて全力で取り組んでまいりたいと思います<上>鈴木宗男君、鈴木副大臣、私はアフリカは五十数カ国ありますけれども、このアフリカの支持、 支援がないと、日本の国際社会での名誉ある地位はないと思ってるんですね、そういった意味で、あなたもそういう認識であるかどうかをお尋ねしたいと思います鈴木貴子外務副大臣。<music> えー、まさにあのアフリカに赴きまして、えー、鈴木宗男先生のおご功績というものも。 何度となく耳にしてきたところであります。えー、まさに外交というものは積み重ねであると思っておりますし、今あの鈴木委員が。 あ申し述べられましたように国際条理各種様々な選挙においてもアフリカの諸外国からの貴重なご支援というものをいただき名誉ある地位そしてまたポストというものをいただいていると思いますまた岸田政権において非常に重要視をしている国連改革においてそしてまた国連様々な場面において日本がこれまで以上のプレゼンスを発揮をする意味でも このアフリカ、それぞれの国というものは非常に重要であると思っておりますので、引き続きさらなる関係構築に向けて、鈴木宗男先生からもご指導いただきながら、また時には反面教師とさせていただきながらも頑張ってまいりたいと思います <laughs> 鈴木宗男君、そこで、林外務大臣最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。 テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろししくお願いいたします